アインシュタインの。アインシュタインの。あれお前あげるの動画のとこやろう。まあ、999円かな。でもあれよね、行ったことあるんですか。でも1回その僕が行ってから営業停止になって、行くんですか。まだいいですか。お前マクドナルド行きたいんだ。そうだ。もう行っとこうや。入らない。営業停止だったんですよ。でもちゃんとね、なんか。なんかその分ける。ああ、肉を焼くとき、トングで焼くみたいな。これ仕方ないよ、やっぱ。これね、いろいろその単品でも単品かね。単品メニューも紹介するんですね。あるらしいけど、単品かまあ食べ放題が。これですか。あ、そうそう、それだ。いいね。これすごいっすよね。すごい、うん、99円っていうのは基本的にはもう、うん、豚肉がレモン、うん、でもレモンかレモン、まあ、ちょっとお値段貼るプラスすると、うん、こういう最良最適なもん、うん、そう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 、なるほど。でまあもう十分楽しめる。早速途中をします。うん、はい、来て残り時間60分まだ60分しんどいっすよ。まあすぐ多分40分ぐらい、40分30分ぐらいで。私が肉を掴んだ、それ生肉用で、こっちがカレーライスなんですよ。あ、カレーライスある。カレーライス、ほら昼だからトッピングですよね。いるわ、いるわ、カレーいける。あとスープもある。あとこれ、あのトッピング的な、あ、スープもいけるんですか。いけるらしくて、で、またこの薬味とか。マジで薬味でも、いろいろあるんですよ。結構常連だからね、長から。え、まあ、結構来てるんですよ。あ、マジで。まあ、家がそこだったんで。あ、初めてでも3週間ぐらいでチャンネル登録が400、500ぐらいになるから。結構それ負けたね。あ、次は結構これが食べやすい。豚ロースでしたっけ。脂もちょっと少ないですよね、他の部に比べると。うん、案外この1000円のくせにしっかりしたホルモン出てきてますね。そうね、なんか気持ちいいもんな。あとの部はちょっと、まあ、鶏と鶏とホルモンとレバーがいいじゃない。こんな頼んだ。え、こんなに頼んだ。食えるの。はい、こぼしまくって。皆さんお疲れ様でした。というわけで今回は999円の焼肉屋さんにまたね行ってきました。でまあ1年ぐらいなのかな、はい、食中毒問題で営業停止を食らったで、お店なんですよね。まあ、チェーン店なんですけど、まあ、その理由ってのもそのお肉をつかむトングを生肉と焼けた肉を両方同じやつで使ってたっていうことで、病原菌がついちゃって食べちゃったっていうことなんですけど、多分これね普通にやってることだと思うんですよね。皆さん多分焼肉屋でなんとはなしに焼いた肉、生肉を同じトング、まあ、お箸で取ったりすることはあると思うんですよね。はい、でまあこれは本当に怒ってはいけないんですけど、怒る確率は本当に非常に高いっていうことは確実なんですけど、まあこのね営業停止になったことで改めてそのなんていうんですかね、食中毒になっちゃうよ、注意した方がいいよというような注意喚起でもあったのかなと思います。はい、いうわけでね、まあまたその他の場所でも一緒ですけど、焼肉を食べる場合とかその生肉を生物をね扱う時とかはやっぱりねその使い分けをした方がいいかなということを気づかせてくれたというか、注意したいなと
思いました。というわけでね、今回のスピーチューブこんな感じですが、またよろしくお願いします。はい。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。